最後の発表になります。JST、NBDC が提供するサービスおよびプロジェクト会館という題にまして、国立研究開発法人の科学技術振興機構、バイオサイエンスデータベースセンターの大波が発表させていただきます。はじめに、改めてなんですけれども、今回の、セミナーの中で、タイトルに関しておりますビッグデータ、皆様どういったものを、思い浮かべていらっしゃるでしょうか。これまでの発表の中ではそんなにビッグデータっていうものに関して、特に言及されているものはなかったんですけれども、おそらく、結構ここに来ていらっしゃる方がほとんどが、ライフサイエンスに関わっている方が多いと聞いておりますので、例えばビッグデータといえばゲノムデータ、思い浮かべる方、非常に多いんじゃないでしょうか。人の1個体分の塩基対であれば、30億あって、データにすると、約3ギガバイト、なかなか、一昔前だと、ちょっと大きいなと、思うものであったと思います。しかし、まあ、最近ですと、そういった、一つのゲノムデータぐらいじゃまだ驚かなくて、そのデータを、たくさん集めて、集団として比較したりとか、複数種のデータセットとしてさまざまなたくさんのゲノムを集めて比較するといった、さらに大きなビッグなデータをどんどん使っていくという状況にあると思います。実際最近のニュースとか見回しますと、こういったさまざまな複数種を横断して調べるという話が出てきておりまして、例えばですね、こちら左上ですと、100万人の健康情報追跡調査、こちらアメリカですでに始まっております政策の一つで、100万人のゲノムのデータだけでなく、どういった生活習慣や実際にどのような疾病を患ったかとか、そういったものもまとめて情報として集めていこうというビッグなプロジェクトです。さらに右上、こちらもそうなんですけれども、アメリカの方でやられております脊椎動物1万種ゲノム計画、こちらはもう1万種のゲノムをこのプロジェクトの中で読んで、またこれらも比較できるように基盤として整えていこうという計画が進んでおります。そして左下になります100万人ゲノム研究、こちらは日本の学術会議における提言が先日なされまして、日本でもまあアメリカで同様のことをすでにやっておりますけれども、日本人のゲノムのリファレンスを作って、それらをもとに疾病対策ですとか、さまざまな希少疾患などの役立つ医薬品の製造などに役立てるための基盤を整えていこうということをやっておりまして、昔、一昔前は一つのゲノムだけでもすごい大きいという状況だったんですけれども、これからもどんどん情報というのは大きくなっていって、その大きな情報に対してまた新しい知見がどんどん出ていく、またゲノムとかテキストデータだけじゃなくて画像や動画などのさまざまなフォーマットでこういったより大きく肥大化していくことが予想されておりまして、ビッグデータというものの上限は未だに見えていないという状況かと思います。この一方で、機械の性能とか、そういったデータの規模とかどんどん大きくなっているんですけれども、人間の認知力っていうのは、すぐにはそのまま上がるものではない。機械でいろいろ補助してその認知力を上げようという試みはいろいろなされているんですけれども、どうしても大きなデータの波に飲まれてしまう、どこから手をつけたらよいかわからないという状況になっているのではないかと思います。で、実際そういった大きなデータが出てきたときに、これまでやっていた少量データのスケールアップでは対応できないことも多いと思われますので、じゃあそういったビッグデータを扱うためにはどうしたらよいかということになっていきます。その際に大事になるのは2つありまして、情報の標準化と、探しやすい集約場所、そういったことを、私どもの方では考えております。それぞれどういった恩恵があるかということをご説明いたします。データの標準化による恩恵ということは、それはすなわち、再利用性の向上、同じようなフォーマットになっているデータになることで、さまざまな人が、いちいちそのデータの解釈をそれぞれでする必要なく、すぐに使うことができると。
また機械可読性の付与、そのままコンピューターに読み込ませてツールでうまく処理することがまたしやすくなると。3番目が統合的な利用の促進、データベースなど一つではまあ十分、まあこれまでもさまざまな得られるものはあったんですけれども、今後は複数のデータベースですとかツールを組み合わせて統合的に利用していくということは、さらにビッグデータを扱うときに重要になってくると考えますので、統合的な利用の促進が、さらに図られるということが考えられます。もう一つの、適切なデータの、集約場所というのは、目的としますのは、手間をかけずに、利用者が、データを探し出すことが、できるようにするということです。これまで、それほどビッグではないデータであったときは、例えば大学さんのそれぞれの研究室にそれぞれ置いていたり、それぞれのローカルのコンピューターに置いていたり、それで結構十分なところもあったんですけれども、これからはまずデータはデータベースへまとめていこうと、つまりバラバラになっているデータをフォーマットを揃えて一つのデータベースソフトとかデータベースの基盤にまとめる、そういったことでまず探しやすくなる。さらにデータベースはデータベースセンターへまとめていきましょうと。データベース自体も近年たくさん出てきておりまして、それが日本とか世界のさまざまなところにばらけているという状況でございますので、それを特に日本ではデータベースセンターが今できておりまして、今回のまあいくつもの組織が合同で開催しているこのシンポジウムにおいても、やっぱりデータベースセンターの存在価値というものが非常に今上がっているという状況を反映しているの状況でもございます。でさらに最後なんですけれども、ここはやはり一番重要で、データベースセンター同士も連携して集約していこうという流れになっています。まさに今申した通り、合同でさまざまな情報共有ですとか、お互いの効率的なデータの集め方などを持ち寄って、それが利用する方のプラスになるだろうというふうに考えているためであります。こういったデータの標準化と蓄積について、これまで日本の国内の方ではさまざまなプロジェクトが行われてまいりました。その中の一つなんですけれども、データの標準化と蓄積をベースとしてデータベース間の統合を目的とする統合データベースプロジェクトというものが2008年より開始しておりまして、それに伴って2つのデータセンターが設立されております。1つ目が先ほど発表ございました山本さんのいらっしゃる大学共同利用法人情報システム研究機構ロイスの DBCLS ライフサイエンス統合データベースセンターです。こちらの方ではそういったデータベースの研究や開発を中心に行っているという状況です。でもう一つのデータベースセンターが私のいる NBDC バイオサイエンスデータベースセンターというところでございまして、こちらは管理や運用が中心になっている一つのデータベースセンターとして設立されております。じゃあその NBDC が含まれているところなんですけれども、 JST 科学技術振興機構という国の機関で運用がなされておりまして、そちらの方は結局文部科学省が運営する一つの機関として設立されました。でそのやっていることなんですけれども、大雑把に言いますと、こちらのスライドに示すように、例えば科学技術イノベーションの創出に向けた研究開発戦略の立案ですとか、また科学技術のイノベーション創出の推進のためのさまざまな補助的な事業をしようと、また科学技術イノベーションの創出のための基盤インフラ形成をしていこうということが主な業務となっております。特にその中の知識インフラの構築というところに今力を入れておりまして、特にこのバイオサイエンスデータベースセンター NBDC は知識インフラの一つとして設立されたものとなっています。具体的に NBDC が何をしているかということは、一言で言うと生命科学分野のデータベースを使いやすくするということをやっております。いくつかこちらも事業は分かれているんですけれども、特にまた力を入れているのはこちらの赤枠ですね、基盤技術開発とファンディングプログラム
そちらのところに特に力を入れて事業を進めるということをやっています。で実際に NBDC がその基盤技術開発とファンディングプログラムについて何を行っているかっていうのはこちらの方のスライドにお示ししておりまして、お手元のパンフレットの一つの NBDC と書いてあるものが一つあると思います。その中のページにこれらのプログラムについて詳しくご紹介させていただいているんですけれども、結局さまざまな分野のデータベースが世の中にあって、それらをすべてまず統合して俯瞰的に見れるようにすると、そういった統合技術開発の一番のメッカとしているのがまず DBCLS、 そちらの方にまず共同で業務を行うということをやっています。で下の方にたくさんこちらの方に表示しておりますプロジェクトなんですけれども、こちらは分野ごとの研究の内容をそれぞれの分野ごとに統合して、それをさらに全体でまとめるようにするという2段階の戦略になっておりまして、この中ですと今回ご発表いただきました有田先生とか中村春樹先生のファンディングプログラムも中に入っておりまして、これをまとめることで連邦型統合データベースとして最終的に日本や世界に通じるデータベースの統合化ということを成していこうとしているのは事業としての外観でございます。実際近年なんですけれども、いくつかの競争的資金の公募要領にデータの提供のご協力依頼を記載させていただいておりまして、例えば普通に課金費ですとか、最近ですとエメドクレストのプロジェクトですとか、そういったところにこの下の方に書いてありますようにバイオデータベースセンターへのご協力をお願いということで、もしプロジェクトの中でデータベースを作成されたり、またそういったデータの統合されるようであれば、そのデータをよろしければ私どもの方にご提供いただいて、私どもの方から公開するということをちょっとご協力願いたいということを申しております。 NBDC としての他の事業としてはさまざまなことをやっておりまして、例えば一番上に来ました NGS のハンズオン講習会、近年非常に重要となっております次世代シーケンサーの解析を講習会形式で行っておりまして、実は今年やっている期間が7月19日から8月4日で、ちょうど実は今東京大学でやっているところでございます。なので募集についてはちょっと今年はもう終了してしまったんですけれども、もしまた来年度以降もこういった講習会があればぜひご興味持っていただければなと考えております。2つ目の方、統合の非シンポジウムというシンポジウムも開催しておりまして、データベースの統合とかデータベース利用研究に関する分野のシンポジウムを開催しております。こちらは今年度は10月の5日と6日に東京大学の弥生キャンパスの方でやる予定ですので、もしそういったデータベースの統合とかデータベースに関する研究についてご興味ありましたら、ぜひこちらの方もご参加を検討いただければと思っています。それから3番目なんですけれども、統合データベース講習会というものもやっておりまして、こちらは年に6回程度データベースの使い方とかバイオインフォマティクス関連の解析方法の講習会を大学とか企業や研究所の先生方と一緒に行っております。こちらは毎年春ごとに募集を行わせていただいて、どこかの大学とかどこかの組織に私どもの方で調整させていただいて、出前授業のような形で講義をさせてもらいに行くと、その際の費用は基本的にこちらが全て持つという形でやる予定になっております。今年の次回の予定がこちらのアジャックスコマチと名付けられた講習会でやってるんですけれども、8月の8日と9日に秋田でやる予定です。ちょっとこちらの方は募集は終わったかもしれないのですけれども、この講習会のページを見てると適宜次回の講習会はどこということが出ておりますので、ご興味ありましたらこちらの方も閲覧いただければと思います。
で、最後になりますけれども、イベントとして、バイオハッカーソンというものも開催しておりまして、こちらは、データベースの統合ですとか、ライフサイエンス分野のデータベースに関する、技術開発の場として、DBCLS さんとともに、共催している、ハッカソン、IT の分野だと結構馴染みがある単語だと思うんですけれども、さまざまな、技術開発を、みんなでやるハックと、一度に、まあ、集中してやる、マラソンという言葉を合わせた、まあ、造語だそうで、こちらも毎年やっているんですけれども、2016年の今年はちょっと終了しております。こちらも毎年開催しておりますので、そういったことにご興味ありましたら、よろしくお願いします。というわけで、ちょっと、宣伝のような話を先にしてしまいまして恐縮なんですけれども、基本的に、まあ、NBDC の立ち位置というものがどういったところにあるかと申しますと、大体この図のような立場にあると考えておりまして、例えば、DDBJ さんというのは、アメリカの NCBI、ヨーロッパのエンブル EBI とともに INSDC という配列のデータ共有のコンソーシアムの一部になっていて、世界の中の三極のうちの一つとして立ち位置が示されていると。で、一方で PDB さん、タンパク質構造データベースの、これも世界的なコンソーシアムの中で一つの地位を占めていらっしゃると。で、その中でそういったさまざまな大きなデータを扱う研究を DBCLS さんで主にやっていて、 NBDC としてはそれをまたサポートしたり運用を行ったりといった活動の支援を行っているという立場になっております。はい、でそういった NBDC なんですけれども、いくつかのサービスをこちらの方からも提供しておりまして、すべて NBDC のポータルサイトから行くことができます。NBDC のポータルサイトというのは、こちらもお手元の NBDC のパンフレットの中に1枚ペラ紙で入っていたかと思うんですけれども、ポータルサイトが一つ運営されておりまして、 Google などで NBDC と検索していただいたり、まあ、バイオとかバイオサイデータベースセンターとか、そういった言葉でアクセスしていただくと、このようなサービスサイトにアクセスすることができると思います。この上に全部で40以上のサービスを今公開しておりまして、主に DBCLS さんが開発したものですとか、 NBDC で開発しているもの、主要機関 DDBJ や PDBJ さんとか、先ほどお示したファンディングの機関で開発されたものをこちらの方にまとめて見れるようにしているという状況です。で、基本的に全て無料でアクセスすることができ、登録も不要なデータベースやツールが揃っています。登録に関してはこちらの中の人データベースというものだけちょっと要申請な感じになっているんですけれども、それについては後ほどご説明させていただきます。で、たくさんサービスがあるんですけれども、特にまあさまざまな分野の方にお使いいただけるサービスとして5個特にお勧めしたいと思いますので、こちらの方について順にご説明させていただきたいと思います。1つ目がインテグバイオデータベースカタログです。こちらのインテグバイオデータベースカタログというのは、国内外の生命科学系のデータベースの所在情報ですとか、説明情報を提供するカタログのサイトになっています。現在収録されているデータベースは1558件で、国内には1113件のデータベースを網羅しております。この中に20種類の記述項目でデータベースの情報をまとめておりまして、名前とか URL、 運用期間だけではなくて、生物種、どんな生物種の情報がそのデータベースに入っているかとか、それぞれのデータベースの説明を私どもの方で記述して見れるようにしていると。実際にデータベースをキーワード検索とかカテゴリーとかから探し出すことが可能で、検索ボックスとか絞り込み機能にそれを記述しています。で、全体の項目についてはデータとしてダウンロード可能で、
しかもそのデータを複製や改変などが可能なライセンス CC0 というものになりますけれども、それで配布しておりますので、こういった国内や世界のデータベースをまず俯瞰して見たいと、そういった情報をまとめてそこから何かの知見を取り出したいという方にはぜひお使いいただけるのではないかなと考えております。実際のデータベースカタログの画面についてご説明いたします。こちらの画面なんですけれども、先ほどお示した NBDC のポータルサイトの左上のリンクからすぐにアクセスすることができますので、もしお手元の PC でご興味ありましたらアクセスしてみてください。一応こちらのスライドの方で全て動作についてはお示ししますので、何かありましたらまたご質問なども適宜していただければと思います。カタログの画面なんですけれども、こういった縦に3列の情報になっておりまして、一番左には一覧内の検索を絞り込む機能が書かれておりまして、真ん中にはデータベースの一覧、右側には新着情報ですとか、更新履歴やダウンロードのリンクですとか、それ以外のリンク集についてまとめてあります。真ん中の列に示しています各データベースの説明なんですけれども、それぞれの中には、例えば一つ例を挙げさせていただきますと、理化学研究所さんの公開しておりますファントム4というものがございまして、こちらの方のページの上のリンクを押していただくと、オリジナルサイトへのリンクが、一番下に示しております詳細へというところを押していただきますと、カタログの掲載内容が示されておりまして、実際のオリジナルサイトやカタログで説明されている内容に直接アクセスすることができます。また右側のところにタブが3つございまして、こちらの方の3つについてはちょっと特別で、一番上の LSDB アーカイブへと書いてあるのは、生命科学系データベースアーカイブという NBDC の出しているもう一つのサービスでリンクがされています。こちらについては後ほどまた説明させていただきます。真ん中の統合 TB へというのは、こちら統合 TB という名前はもしかしたら皆さん聞いたことがある方も結構いらっしゃるのではないかと思うんですけれども、実はDBCLS さんが公開しております様々な生命科学関連のノウハウですとか、バイオインフォマティクスに役立つ様々なツールの使い方などを動画で示す、そういったサイトがございまして、そこにこのデータベースの使い方の解説の動画があれば、そちらの統合 TBA というボタンがついているというものになります。一番下の一括ダウンロード化というタブにつきましては、こちらはオリジナルサイトからデータを一括ダウンロードできると、そういったものを示しています。はい。じゃあせっかくなんで、このインテグバイオデータベースカタログを使って、グロビン関連のデータベースをちょっと確認してみます。NBDC のトップページから左上のカタログにアクセスしていただいて、一覧内を検索するというところで、グロビンと入れていただきますと、こういった形でデータベースの中で、このグロビン、日本語の情報なんですけれども、それでヒットする情報が中にあれば示されるというものになっております。2件ヒットしましたけれども、1件目はちょっとタンパク質工学全般に対する文献データベースということなので、どちらかというと、グロビンに関するデータベースがちょっと見たいというのであれば、下側のこのグロビンジーンサーバーというものが候補として挙げられて、これを見ればグロビンに関してまず先行研究があるかとか関連情報があるかということを理解することができるということになります。
こういった形で、非常にたくさんのデータベースが、ある中で、こういったデータベース、自分の気にしていることに関する情報が早く分かるという意味ではこのデータベースカタログというのは非常におすすめなんですけれども、さらに皆さんの中にはタイトルとか説明文だけではなくてデータベースの中身にそういった単語ですとか情報があるかどうかを直接検索したいという方も多いのではないかと思います。そういった方向けに NBDC では生命科学データベース横断検索というものを公開しております。こちらも NBDC のポータルサイトから直接アクセスすることができるサービスとなっています。例えば Google でマウスと検索していただくとこの図の中に示しますようにたくさんの周辺機器としてのマウスの情報が出てくると。でもライフサイエンスの分野ではマウスと聞きますと生き物のマウスを意図される方が非常に多いのではないかと思います。最終的に Google の方で出される情報というのは IT 分野の情報がやはり多くてそういった中で生命科学系の情報を上の方に持ってくるためには例えば一つの単語だけじゃなくて複数の単語で検索したりまた少し検索の絞り込みを論文の情報などで行うといったやり方を行わなければいけなくてなかなか検索で思ったようなデータベースの情報が出てこないのではないかと思います。またデータベースというのはたくさんのデータがウェブページとして載っているんですけれどもそのウェブページが実は Google から見つからない深層ウェブと言われるデータになってしまっていることが多いということも言われています。これは全く別の研究なんですけれども世の中でインターネット上から見えるデータがたくさんある中でそれを全体のこの公開ウェブとして一番外側の円として見せているんですけれどもその中で例えば Google とか Yahoo、Bing といった公共の検索エンジンサービスでどのぐらい検索できるかというのがこの図で示されておりまして Google での検索のカバー率は実は全体の 53.2% しかないということが言われております。そういった Google などでなかなか検索がしにくい生命科学系のデータベースをできるだけ漏れなく検索できるようにするために公開されているのがこちらの横断検索で生命科学分野のコンテンツを対象にした検索システムです。現在検索対象として592件のデータベースを一括して検索できるようにしていまして検索キーワードについては日英総合翻訳を日英の辞書である京都大学さんが公開しておりますライフサイエンス辞書を搭載させていただいて実現しているという状況です。また検索結果の絞り込み機能ですとか類似キーワードの表示なども行ってできるだけ研究者や企業でさまざまな知見を学術的な知見を取り出したいという方に使えるようなサービスとして公開しております。592件のデータベースの中でどのような分類のものがあるかと示したのがこちらの方になっておりまして文献からタンパク質やさまざまな用語解説などまで幅広いデータを搭載しております。合計数がちょっと592件と先ほどと合わないのはちょっと複数の分野にまたがって搭載されているデータベースもございますためでそちらの方はちょっとご容赦ください。その横断検索のインターフェースについてご説明させていただきます。先ほどの NBDC のポータルサイトのトップページの方からアクセスしていただくとこういった Google のような検索のトップページが現れます。そこで例えばこの図の場合なんですけれどもインフルエンザと真ん中に入れて下のデータベースもしくはヒット数検索
というところを選んで検索ボタンを押すと、すぐに検索結果が出てくるという使い方になります。インフルエンザと入れる前に、まあ、先ほどの山本さんのいくつかのサービスでも示されていたんですけれども、少し語句を入れるとサジェストとしてインフルと入れただけでインフルエンザウイルスとかインフルエンザワクチン、インフルエンザ菌とかそういったさまざまな予測変換をしてくれることも搭載しております。またそれだけではなくて、こちらの検索の上の方のバーにヘルプページとして使い方が分からなければ、まあ、すぐにアクセスできるマニュアルですとかデータベース全体の一覧、また英語版ですとかモバイル版も搭載しております。実際に検索した結果についてこちらの方に書いております。こちらもまたちょっと Google と似たものになってしまっているんですけれども、検索をした結果として出てくるデータベースの中身、データベースのエントリーを左側に一件一件表示しております。右側には関連遺伝子で検索と書いてあるところがありまして、こちらはインフルエンザで検索した時のその単語にヒットする関連する遺伝子名を出しておりまして、そちらの方は遺伝子に関するデータベースに早くたどり着けるというショートカットになっています。真ん中あたりには関連語句で検索とありまして、ちょっとインフルエンザはそれほどたくさんはないんですけれども、こちらの方でインフルエンザに関連している情報があればこちらのところに表示して、そこをクリックすることでさらに自分が予想していなかった単語で検索することができるというシステムになっています。また先ほど山本さんの方からPubMedでモバイル版が出ていてトレンド検索などができるということをお聞きしましたけれども、横断検索の方でも実はモバイル版を提供しておりまして、こちらは基本的には PC 版で見れるものと同じものを見せるようになっておりますけれども、インターフェースが今のスマホやタブレット PC にフィットした作りとなっておりますので、もしそういった出先で何かそういったデータベースの中身をすぐに見つけたいという需要がありましたら、こちらの方にアクセスされると発見できるというインフラになっております。実際に少し横断検索を使った利用例についてご説明させていただきます。例えばちょっと論文を読んでいて、ヘモグロビンとかグロビン遺伝子とかいろいろ調べていたら、例えばこのちょっとネイチャーで最近の論文の中にハプトグロビン、ヘモグロビン複合体の構造とかあって、ハプトグロビン、これもグロビンタンパクなのかなと、ちょっとあまり聞いたことのないタンパクだなというふうに思われるかと思います。実は先ほどの川端先生の方の発表の中でちょっとネタがすでに出てしまっているんですけれども、基本的にはヘモグロビンと結合するタンパクだということが知られております。そういったちょっと最初は知らなかったものとして扱っていただきたいんですけれども、こういった新しい単語に対してちょっと深く知りたい、もしくは自分の研究にちょっと役立つかもしれないからちょっと情報をできるだけ集めたいと、そういった場合にデータベースをまず探すと思います。例えば言葉の基本的な意味とか概要について知りたいというのであれば、ウィキペディアプロジェクトのそのままウィキペディアの検索でもいいんですけれども、語句の説明ですとか、ウィキペディアでは遺伝子とかタンパク質に関しては特別なプロジェクトを別個立てて見せておりますので、そういったウィキペディアのプロジェクトの中の語句に関する情報をちょっと集めるとか、配列情報をもし調べたいというのであれば DDBJ とかユニプロット、そういったものでまず探しに行くということはもう皆さんご存知の通りだと思います。また工事構造を知りたいと、そういうのであればもちろん PDBJ でタンパク質の工事構造は調べられるということは先ほどの説明でお聞きになった通りだと思いますし、
遺伝子として発現情報がどこにあるかというのであれば、RefX、こちらは DBCLS さんの方で公開している発現情報のデータベースになっています。他にも、まあ、多型情報が知りたいという方もおそらくおられると思いますので、JSNIP とか DBSNIP とか、そういったデータベースを、まあ、おそらくあらかじめある程度、情報として知っていて、そこの中をそれぞれ探しに行くというやり方になるのではないかなと思っています。ただなかなかそれぞれのデータベースを行ったり来たりするのは結構大変だなと思われるのではないかと思うんですけれども、こちらの横断検索でしたらシームレスに複数のデータベースの中身を探索することができます。実際やってみた例についてこちらに示します。検索のトップページからハプトグロビンと入力してください。下の方のデータベースかヒット数検索というのがあるんですけれども、こちらは一応データベースと選択して、それで検索を押していただきますと、初回のみ真ん中にポップアップのメッセージが出まして、すべてのデータベースから対象の絞り込みが可能ですといったことが示されます。で、実際に検索したヒット数については、左上のすべてのデータベースの脇に3270件と出ておりまして、ちょっと多いなというふうに思われるのではないかなと思います。また、検索結果の、一覧の中で、タイトルの一番右側に示されているのは、実はこれデータベース名でして、一番上は J ステージ、上から2番目が医学薬学予行集データベース、3番目がまた J ステージとなっておりまして、これはつまり文献のデータベースが上の方に出てきているという状況です。なので、ちょっと最初、このハプトグロビンについて、用語としてまず概要を知りたいなというのであれば、ちょっと文献よりもちょっと別のデータベースを見たいということになるかと思います。その時に、この左上のすべてのデータベースと、いうプルダウンメニューになってるんですけれども、そこを押していただくと、こういった形でデータベースの全体のカテゴリーを大きく分けたものが表示されます。上の方から見ていくと、統合 DB プロジェクトとありまして、一番上から2番目ですね。そこでは、こちらの NBDC や DBCLS、がやっているデータベースの作成や統合のプロジェクトに関連したデータベースが載せられております。その下の文献のところは J ステージですとかタンパク質拡散酵素のバックナンバーといった主に日本語の文献がこちらの方に搭載されています。で、真ん中の赤い枠で囲った用語解説なんですけれども、こちらは辞書やウィキペディアとかまたは研究者一覧といったそういった語句とか単語に関する解説のデータベースがまとまっているという状況です。それよりも下はライフサイエンスのカテゴリーごとに分かれておりまして、ゲノム遺伝子 RNA ですとか、タンパク質に関するものとか、一番下の方になると生物の図鑑とか分類に関するデータベースとか、そういったものまで含まれています。で、今回のハプトグロビンの場合ですと、ちょっと用語解説をクリックして外観を見てみたいと思います。用語解説をまたクリックしますと、上の方に先ほどのすべてのデータベースの下にまたもう一つプルダウンが出てきて、用語解説括弧170とかで出てきたのではないかと思います。まだ少し多いかなと。170件全部見るのはちょっとまだしんどいと思いますので、さらにそのプルダウンメニューを押していただくと、この用語解説のカテゴリーに含まれる一件一件のデータベースの名前が出てきますので、その中から用語解説に使えると思われるデータベースを選択してクリックするという流れになります。この中ですと、ジーンウィキというのがウィキペディアプロジェクトの中で遺伝子に関して特にまとめているデータベースとなりますので、そちらのところを発見ヒットしているということが括弧で示されているのでクリックします。するとこのように
ハプトグロビンに関するウィキペディアの情報が一番上に来まして、実際の情報がわかるというものになります。先ほどの川端先生の方の発表ですと、ミオグロビンと結合するサイトがあって、そもそもはヘモグロビンに結合するものなんだけれども、少し不思議なという状況がございましたけれども、実際の外観とか一般的な知識としては、ウィキペディア情報としてまずここから取り出すことができるということで、まず情報を得ることができました。じゃあさらになんですけれども、別の分野のデータベースの中身を調べていこうと思います。同じハプトグロビンでまた検索したい場合、検索ボックスにハプトグロビンがもうすでに入っていると思いますので、その上で左上のすべてのデータベースのカテゴリーをまたクリックすることで別の絞り込みを続けることができます。全体の分類の中で例えばまずタンパク質の大分類で絞り込んでいただいて、その上でドメインモチーフ立体構造といった立体構造に関する情報の分野の絞り込みを行うと、こういった形で PDBJ の立体構造が表示されてサムネイル画像が出てきたりとか、また下に示しますように医療薬のカテゴリーで絞り込んで、さらに医学のカテゴリーで分けて、さらにさらに病気の解説の難病情報センターというところで出しているデータベースをクリックいたしますと、ハプトグロビンに影響がある難病の一覧が出たりとか、そういった形でさまざまな目的に応じてデータベースを絞り込んで探し出すことができるという基盤になっています。横断検索の方、ちょっと今実際に示してはいないんですけれども、ちょっと検索に時間がかかる可能性がある方もいるかもしれません。ちょっとこちらの講習会でもちょっと皆さん一度にアクセスしてしまっていると思いますので、ちょっとそれで重いのと、実際に検索には10秒弱かかる時もございますので、そういった場合はちょっと待ってから検索していただくという方がよろしいかなと思います。他にもう一つ例をお示ししますと、ハプトグロビンで検索した結果を絞り込む際にゲノム遺伝子 RNA と絞り込んで、さらに遺伝子転写産物で絞り込んだ上で、先ほどカタログの方で例を示したファントム4を選択していただくと、ファントム4の遺伝子の転写産物のマッピング情報のデータベースリストの中からヒットしたものが出てきて、ハプトグロビンに関するものが、中身そういったものがあるものとして出てくるというふうになっておりまして、さらにこのファントム4の情報は実は Google ではヒットしないという情報になっておりますので、もし Google で検索したけれど自分の知りたい情報があまりヒットしなくて、世の中であまり知られていないのかなということがございましたら、こちらの横断検索でも検索してみて、その場合こちらの方だけで見れる情報がありますので、ぜひお試しいただければなと思っています。こういった形で横断検索ではデータベースの中身を全体的に調べることができるんですけれども、それ以外にさらに高度な研究をされている方がいると思います。データベースを一件一件調べるだけではなくて、もうデータベースを丸ごとダウンロードして自分のローカルな環境に持ってきて、自分の持っているデータと組み合わせて利用したいと、そういった方もいるのではないかと思います。そういった方におすすめなのが、生命科学系データベースアーカイブというものです。こちらは、国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスとなっておりまして、現在収録されているデータベースは117件。それぞれのデータを CSV や RDF 形式といったさまざまな形式でダウンロードすることができます。またそれぞれのデータは CC クリエイティブコモンズライセンスと
言われるもので、配布の利用許諾については非常に明確になっていますので、毎回その著者の方に連絡を取ったりとか、ちょっと非常に著作権に気をつけて学会発表に出したりとか、そういったことに関しましては非常に明確になっているというものになります。クリエイティブコモンズライセンスに関しましては、Google でクリエイティブコモンズなど検索していただいて、その許諾に関するマークの説明のサイトがございますので、そちらをまあ基準にしていただくと、非常に使いやすいのではないかなと考えています。この、生命関係データベースアーカイブの方で、収録されているデータベースについては、このような、様々なカテゴリーにを網羅している状態です。皆様の研究分野にマッチするものもあるのではないかなと思いますので、ぜひダウンロードしてどれかお使いいただければと思っています。具体的にデータベースアーカイブの方からどのようにデータをダウンロードできるかということをお示しします。トップページがこのようなスライドになっておりまして、真ん中の左にあります検索ボックスのところに表の一番下のところがアーカイブのできているデータベースの一覧なんですけれども、その中の項目について検索が検索ボックスの中から可能となっています。実際に一つのデータベースのアーカイブされたものにアクセスしてみますと、このようなものが表示されまして、それぞれのデータベースの作成者や連絡先、予算的背景ですとか、プロジェクト名とか、そういった全体の情報が分かるようになっております。また、データベースごとのダウンロードページというものがそれぞれに付与されておりまして、そこにアクセスしますと、こういった形で ZIP 形式で丸ごとダウンロードできるリンクが貼られていたり、また、データベースをこちらの方でも内部に構築しておりますので、こちらの方で ZIP で載っているデータベースの中からさらに絞り込んだものを一部だけを眺めてからダウンロードするということも可能な仕組みになっております。このようなデータベースアーカイブというのは非常に近年需要が大きくなっておりまして、例えば大学さんとかで教授の先生がこれまでデータベースをずっと出していて非常にみんなにとって有用だったものが教授が今度退官されるということで、それを継ぐ人がいなくなってしまってデータベースが結構消えてしまうということが周りでよく聞かれます。そういった時に私どもの方にご相談いただきまして、データベースをこちらに置くといった判断をいただけますと、例えば科研費とか国の税金で作ったデータベースが長くさまざまな日本の研究者にずっと使い続けられるものとなりますので、もしデータベースの帰宅といったことをお考えでしたら、帰宅の応募要領はこちらのアーカイブのサイトの方に載っておりますので、そちらの方でお気軽にご相談いただければと考えています。ここまでが基本的にデータベースを使ってライフサイエンス分野の人がすぐに研究に扱えるそういったサービスをご紹介してきたんですけれども、次はデータベースの開発者や高度な検索を必要とするバイオインフォーマティクスの専門家向けのサービスは何かございますかと聞かれたときにお答えしたいものとなりまして、 NBDC RDF ポータルといったものがございます。 NBDC RDF ポータルというのはこちらの画面で示しました通り2015年の11月、そうですね、まだ1年経ってないぐらいなんですけれども、専門家向けに RDF データのポータルサイトとして公開しているものです。 RDF データと突然出てきているんですけれども、それは何かと申しますと、RDF リソースディスクリプションフレームワークというものの説明になりまして、データを主語、述語、目的語という3つの要素で定義する表現方法の一つです。
で、一般的にこれまでデータベースというものは、表形式テーブルで、まあ、関係性を記述するように構築されてきたものが多いと思います。いわゆるリレーショナルデータベース RDB として構築されてきて、まあ、それがアクセスすると、まあ、Excel のテーブルみたいな形で、まあ、イメージされる、そういったものです。しかしこの RDF 形式では、高度な意味的記述が可能となっています。主語、述語、目的語という、まあ関係性をより高度に示すことで、新たな検索ができるということになるからです。最終的に RDF をデータベースの公開形式の一つとして採用することで、データベース間の相互の運用性が高まってデータの自動処理が進むと考えられていると、そういったデータになります。この RDF というものに関しましては、DBCLS さんが2012年より開催しております生命科学系のデータベース開発のイベントの一つのスパークルソンというところで、さまざまなノウハウが蓄積されておりまして、そのまとめがガイドラインとして実は公開されております。その情報をもとにしてガイドラインをもとに精査された RDF のデータが NBDC の RDF ポータルサイトとして公開されているものになります。実際に NBDC の RDF ポータルのサイトのページにアクセスしてもらいますと、RDF 情報をもとに構築されたデータベース間の関係性を見て、メタデータの定義の標準化とか語彙の共通化による効果を見たりとか、また各データベースごとの RDF データのダウンロードも各個人で行うことができます。下のここに示しておりますのは PDB さんにご協力いただいて、PDBJ さんですね、失礼しました。PDBJ さんにご協力いただいて PDB のデータを RDF 化したものを提供していただいているというものでして、実際にこのダウンロードファイルというものを見ますと非常に大きくてですね、6テラありますね。まあ、圧縮されてでも6テラというのはかなり大きいものだと思うんですけれども、もしご興味ありましたら、まあ、他のデータベースでもさまざまな大きさのものがございますので、そういったデータベースの表現形式の新しいものについて取り入れていきたいというご要望があれば、こういったものをご活用いただければと思います。また RDF の検索のための言語としてスパークルというものが公開されておりまして、そういったスパークル検索に対応する画面もこちらの方で搭載しておりますので、 RDF の検索の主語、述語、目的語を介した、これはトリプルと申しますけれども、そういった意味的な質問応答をこちらの方から問いかけることができるというふうになっておりますので、今後メジャーになっていくと考えられますセマンティック、意味的なデータベースの開発、また複数のデータベースを統合した検索のための基盤として今後重要になっていくということを考えています。最後になります、NBDC 人データベースというものがございます。人データというものの中では、非常に、まあ個人情報などが、含まれていて、最初の方 の有田さんの、ところで、ご説明がありましたように、人ゲノムは、個人情報ですと、いった、話が、あり、扱いを非常に気をつけなければいけないというものになっています。その一方でやはりバイオインフォマティクスをする人としては人の情報との比較ですとか、さまざまな人の情報というのは大事になっていますので、どこまでがアクセスして使えて、どこまでが個人情報として保護するべきものかというものをきちんと切り分けて公開しなければいけないという状況になっておりまして、
NBDC ではそういった公開できるもの、また公開に注意を要するもののデータを集めるためのインフラとしまして NBDC 人データベースというものを公開しております。実際に、人のデータに関しては、国際的にはこの図のように、配列のデータベースと同様に3極の連携体制となっておりまして、DDBJ と NCBI の DBGAP、ENA、EBI、EMBL の EGA、そして DDBJ の中では実はデータの格納については JGA というところで行っていて、制限が必要な人のデータに関しては、その3極で情報をシェアするという体制になっております。その一方で DDBJ ではデータの格納を行うということをメインにしているんですけれども、 NBDC ではそういった人のデータの審査についてまず行うための基盤としてフロントに立っているという状況です。近年の個人情報法の改正など、さまざまな人に関する情報を保護する基準というのは非常にまだ曖昧な部分があり、なかなかはっきりしていないところなんですけれども、そういった情報の中で私たちのところでは、人に関する基本的にはあらゆるデータを対象として、その中で匿名化された情報を扱うと、そういった前提で人のデータを集めているという状況になります。もしより詳細な情報をシェアしてやっていきたい場合は、そのデータを出している機関と共同研究をしていただくというスタンスです。データ提供や利用に関する審査をまず NBDC が行って、提供者の方々の要望はできる限り受け入れながら行うという体制でやっています。最終的に、人のデータベースの中で2種類のデータを扱っていることになりまして、一つが非制限公開データ、普通に、制限されずに使うデータです。提供の際のみ審査を要するデータとなります。それと制限公開データ、こちらは人データ審査委員会というものの審査を通じてまずデータを格納していただいて、実際にそのデータを使うときも審査といいますか、申請をしていただいて、人のそういった情報にアクセスするという仕組みになっています。ちょっと複雑な図になっているんですけれども、NBDC の人データベースという仕組みがですね、審査委員会と実際に格納する場所および提供者利用者との審査の受付ですとか、それに対する承認とか、そういった流れで成り立っていて、そういった法整備の一環としてこちらの中でやり方が整備されているという状況です。最終的に集められました人データはこちらの画面で示しましたようにリストにされてアクセスすることができるようになっています。実際の中に入っているデータは DDBJ の JGA の中に主に入っていると申したんですけれども、一部は NBDC の方から提供しているものもございまして、さまざまな基準が混ざっている状態でございます。現在のところ非制限公開データは11件、制限公開データは24件搭載されています。はい、ここまで全体のまとめとなります。NBDC の方からさまざまなサービスを公開しているということをご説明させていただきました。インテグバイオデータベースカタログではデータベースを探す方法について、生命科学データベース横断検索ではデータベースの中身を検索する方法について、
生命関係データベースアーカイブではデータベースをダウンロードして使う方法について、 NBDC RDF ポータルでは RDF データの集約とまた活用について、 NBDC ヒトデータベースではヒトデータの収集や公開についてご説明させていただきました。 NBDC のポータルサイトでは他にもさまざまな有用なデータベースや連携機関のツールなども公開されておりますので、ぜひ活用いただければと思っています。以上となります。どうもご清聴ありがとうございました。